美味しい給食は、テレビ神奈川、東京 MX、BS1 に他で2019年10月から12月まで放送された日本のテレビドラマ、全10話。1980年代の中学校を舞台に、給食絶対主義者の男性教師と、給食マニアの男子生徒の給食にまつわる戦いを描いた学園グルメコメディ。主演は、市原隼人。 劇場版美味しい給食フなるバトルと題して映画化され2020年3月6日に公開された2021年10月から続編の美味しい給食シーズン2が放送2022年には劇場版第二弾劇場版美味しい給食2が公開予定床節中学校の教師あまりタコ男は給食を食べることを楽しみにしており授業や 生徒のことよりも、給食の混雑てを気にするほどである。また、あまり殿が担任のクラスの生徒神の号も給食を食べることを楽しみにしており、美味しく食べる方法を日々工夫している。あまり殿は神のをライバルとして意識しており、給食の時間は常に、神のの食べ方を気にして、自分が思いつかない美味しい食べ方を見ると、負けたと態度に表す。 キビナゴ中学校に移動した、あまりデンは、移動先でも給食マニアとしての日々を過ごしていた。ある日、トコブシ中学校時代の教え子だった、神の棒が、自身のクラスに転校してきた。主要人物その他1年1組の生徒主要人物、その他3年1組の生徒シーズン1シーズン2シーズン1、1シーズン2、劇場版美味しい給食ファイナルバトルと題して、AMG エンタテインメント及び、 イオンエンターテイメントの配給で2020年3月6日に公開された。季節が夏から秋になっている。コミカライズがビッグガンが似て2020年ボリューム11より2021年ボリューム10まで連載された。テレビドラマの脚本を原作とし、作画は麻生が等が担当している。劇場版美味しい給食ファイナルバトルに関するカテゴリー。ありがとうございます。